どうぞ。おお、ここが文芸部の部室？何もないけどいい部屋だわ。長門さん、箱はどちらへ置きましょうか？そっちの隅の方に。わかりました。ちょっとキョン、何やってんの？箱を普通に持ってただけのつもりだが、しかしやっちまったことには変わりないな。すまん、長門。いい、どうせ捨てるものだから。え？捨てるってどういうこと？これ見たとこ、出来たてほやほやよね。この文化祭のために作ったんじゃないの？展示即売する予定だった同人誌とお聞きしましたよ。ほら、やっぱり。それなのにどうして捨てちゃうのよ。何か発禁ネタでも書いてあるわけ？そういうわけではない。長門さんって言ったわよね。この詩、あなたが書いたの？そう。いいじゃない、これ。え？そりゃ私も詩についてそう詳しいわけじゃないから、この詩なら絶対パルムドールかオスカーが取れるなんてことまでは言わないわよ。だけど、この本を他の誰にも見せずに捨ててしまうなんて、見過ごすこともできないわ。この詩をもっと多くの人に知らしめるのよ。でも売れないから。そんなのこれからのプロモーション次第で何とでもなるわよ。だいたいこの本よりずっと焼却炉に行くべき本が世間じゃ5万と売られてるじゃない？いや、ハルヒ、多分そういう意味じゃないと思うぞ。じゃあどういう意味を？文芸部にはその本を売るための場所がないんだ。この学校の文芸部でしょ？この学校の文化祭で場所がないってどういうことよ？文芸部が展示に使うはずだったスペースは今コンピケンに使われてる。コンピケン？コンピュータ研究部の略称のようですよ。ふん、センスのかけらもない略称ね。まあでもわかったわ。要するにそいつらが文芸部の場所を乗っ取ったってことでしょ？いや、そこまでは言わんが。いいこと、キョン。これは文化祭なのよ。文化の祭りにおいてそんな野蛮な行為が許されると思う？だからそこまで大げさな話じゃないだろ。ねえ、長門さん。もう面倒だからユキって呼ばせてもらうけど、とにかくその連中から文芸部のスペースを取り戻すの。そこを最初の足場にしてこの詩を広めるのよ。いいわね、ユキ。でもさ、分かったら行くわよ。さて、では僕たちも参りましょうか。